はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。3月14日月曜日の全国のお天気をお伝えします。朝は低気圧や前線の影響で雨の降るところが多くなります。一部強まる雨や雷雨にも注意が必要です。ただ各地天気は回復傾向で日差しが届くところも多くなります。西日本は日中もにわか雨が心配です。また次の低気圧や前線が近づいてくる夜は九州北部や中国エリアなどでは雷雨となる恐れがあるのでご注意ください。東北や北陸ではあまり気温が上がらずひんやりとした体感となりますが、西日本や東日本では気温が上がるところが多くなります。関東などでは25度近くまで気温が上がる予想です。服装でうまく調節を行ってください。また花粉の飛散にも注意が必要です。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。